佐藤和夫、トカちゃんです。午後の傍聴のために、昼食を食べたので、また、庁舎のところ、西側の庁舎ですね、今来ましたら、いや、いい香りしますね。金木犀の花が咲いてますね。もうこれ満開だね、これね。なんでこれ倒れてんの、いけない、ね、金木犀の花が咲いてます。うわ、満開だね、これ。昔からキノコ名人に聞いた言葉がありますけどね、はあ、山百合が咲くと千茸が取れる、金木犀が咲くと秋のキノコが取れるってよく言いますけども、まあ、そろそろそういうふうな秋のキノコが取れる季節になったのかなって、この香りがするっていつでも思ってます。いや、本当にいい香りですね。もし市役所の近くに来たら、ちょっとこの香り嗅いでみてください。終わります。